団の紹介です。レフェリー山本雄大、アシスタントレフェリー竹部陽介、大塚春博、放送部員岡部達、ビデオアシスタントレフェリー中村太、アシスタントビデオアシスタントレフェリー唐和聡、マッチコミッショナー石井秀明、以上の審判団です。続いてビジター横浜 F マリノスのスターティングメンバーです。50番ゴールキーパー帯パウエル・オピンダ、27番ディフェンダー松原健、4番ディフェンダー畑中慎之介、33番ディフェンダー角田良太郎、2番ディフェンダー長戸拓也、6番ミッドフィルダー渡辺浩太、8番ミッドフィルダー木田拓也、30番ミッドフィルダー西村拓馬、18番フォワード水沼浩太、11番フォワードアンデルソン・ロペス、7番フォワードエウベル。続いてサブスクルートです。21番ゴールキーパー飯倉浩、5番ディフェンダーエドラウド、15番ディフェンダー上島拓実、10番ミッドフィルダーマルコス・ジュニオール、16番ミッドフィルダー藤田ジョエル・キマ、17番フォワード井上健太、20番フォワードヤン・マテウス、そして監督ケビン・マスカット。以上横浜 F ・マリノスのメンバーでした。続いて川崎フロンターレのメンバー紹介です。満員の努力でついに3年ぶりの全エリア声出し解禁です。ゴールや TSO の皆様はもちろん、メインスタンドバックスタンドの皆さんもぜひご起立をお願いいたします。